こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、全国バスコレクションの東京空港交通のバスを紹介したいと思います。まあ、いわばエアポートリモジンですね。いいですね、これトミテックはアリキン結構ね、クオリティが高いのでアリキン大好きです。はい、今回は、まあ、全国バスコレクションの東京空港交通ですね。で、東京と千葉県の、はい、この地図ので空港で活躍しているエアポートリモジンです。時々乗ってますよ、あの空港で成田で乗ったことが時々あります。はい、で、車体は三菱フソ、イアロスターですね。で、2017年、結構ね、はい、これトミテクの会社です、総会です。はい、あのエンゲージの鉄道と型のサイズ、今回ですね、150分の1です。で、はい、結構いいです。ではさあ開けたいと思います。開けましょう。はい、ちょっと開けます。はい、じゃあ開けます。おーおー、すごい、よくできますね、本当に。フレンドリーエアポート文字、これですね、2時3分上から見ると2時3分。はい、あ、表だ。おー、ははは、よく、すごい、運転席までちゃんと再現されています。プラットナンバーも書いてます、いいですね。はい、横もこうなります。すごいよくできてます。後ろはこれですね。はい、今度はトミテッド、メイドインチャイナ、いいですね。かわいい。ここですね。今回なぜ買ったのは、そのジオラマのために買いました。他の YouTube の動画を見て、あ、これありました。探したら見つかりました。Amazon で買いました。では、これターンテーブルで展示したいと思います。はい、東京空港交通です。エアポートリモジン。はい。かわいいですね。では今から、ギオラマで展示したいと思います。はい、ここのギオラマです。今回は一緒に出演しているのはボーイン373-500のスーパードルフィンです。ちょっとですね、このスーパードルフィンのスケールは200分の1ですバスのスケールは105分の1ですけど、ちょっと若干スケールが違うというのはちょっと大きさでバスが大きく見えています。でもいいですね。
はい、ということで以上です。アルティンジャーでした。今回は、全国バスコネクションの東京空港交通のエアポートリモジンを紹介しました。はい、今回、三菱ふそうのイアロスターですね。はい、結構トミテックなのでクオリティが高いです。お、結構いいですね。バスも結構集めたいなと思います。はい、ということで以上です。チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。